欧州で人気のコンパクトカーフォード・フィエスタがフェースリフト。クロスオーバー風の新仕様も追加。デザインは大人っぽい印象に。欧州で不動の人気を誇るフォード・フィエスタがフェースリフトを受けてスタイルを一新した。価格は16,670ポンド、約250万円からと、 現行モデルよりも若干高めに設定される見込み。納車開始は2022年初頭を予定。大きく変わったのはフロントエンドのデザインでスリムなヘッドライト、標準で LED、オプションでマトリックス LED とグリルが刷新されたボンネットの形状もより骨太感のあるものに変更。またブルーオーバルと呼ばれるフォードのエンブレムが ボンネットからグリルに移されているフォードの欧州デザイン責任者であるムラド・クエラーはオートーカーに対し改良における優先事項はより大人っぽい印象を与えることだと語った批判的に言えば現行モデルはフロントが少し丸みを帯びていますヘッドライト周りのラインワークは少しシュットしていて赤ちゃんの目のようでもあり造形的にも比較的シンプルですその点で フィエスタにはフロントエンドのリフレッシュが必要だと感じました。また、リアでは LED ライト、オプションの周囲にブラックを配している。タフな新モデルも登場。モデルごとに細部のデザインが異なっており、エントリーモデルのトレンドと中間モデルのチタニウムには、クロームメッキのグリルおよびウィンドウサラウンドが採用されている。一方、高性能モデルの ST には、 ハニカムデザインのブラックグリルに加え、サイドベントとワイド化されたロアグリルを採用。新たに導入されたクロスオーバー風のフィエスタアクティブは、無骨なデザインと車高アップにより、新たな顧客を取り込もうとしている。グエラーは、オートーカーの取材に対し、各モデルのキャラクターを明確に分けようとしましたと述べている。同志によると、アクティブは、可能な限りクロスオーバーに近づけ、 ST は可能な限りスポーティにしたというホイールのデザインは7種類ありボディカラーとしてはバウンドレスブルー、ビューティフルベリー、そして ST 用のミーングリーンの3色が追加されたエンジンラインナップも多様新型フィエスタは様々な新機能を搭載しあらゆる運転シーンで快適性、信頼性、利便性の向上を追求しているパワートレインに 大きな変更はなく、引き続き、ガソリンエンジンのみの展開となるが、マイルドハイブリッドも選択できる。1.0リットル3気筒エコブーストハイブリッドは、125PS、または 155PS の2種類が設定され、加速時にトルクを追加する場合すぐ、ベルトインテグレーテッドスタータージェネレーターを、 搭載している WLTP サイクルで 20.4kmL の燃費と 111gkm の CO2 排出量を達成。標準で6速 MT が採用されているが、一部モデルでは7速 AT も選ぶことができる。昨年、ディーゼル車が廃止されたことにより、標準モデルにおける純エンジン車は 100PS のエコブーストに MT を組み合わせた一種類だけと なっている燃費は 19.2kmLCO2 排出量は 118gkm 一方フィエスタ ST の1 5リットル3気筒ガソリンエンジンはトルクが 29kgM から 32kgM に向上しているが出力は 200PS と変わらず時速 0100km 加速6.5秒最高速度は 時速 230km となっている。また、ST 専用の機能として、トラクションコントロールを無効にし、e c をワイドスリップモードに設定するサーキット走行用のモードが新たに追加されている。コネクティング機能が充実。12.3インチ TFT デジタルメーターは、カスタマイズ可能な表示モードを備え、選択した走行モードに応じたテーマが設定されている。 8.0インチのセンタータッチスクリーンには、Apple CarPlay と Android Auto に加え、ライブの交通情報や、各地の注意情報など、数々のコネクティビティ機能が搭載されている、専用アプリのフォードパスを使うと、一部モデルで、リモートアンロックや、リモートスタートが可能で、スマートフォンから、燃料残量、各種警告の状態、タイヤの空気圧、オイル残量などのデータに、 アクセスできる。また、誤発信抑制機能、アクティブパークアシスト、クロストラフィックアラート、レーンキープアシスト、ストップ&、合機能付き、アダプティブクルーズコントロールなど、一連の先進運転支援機能も搭載されている。さらなる仕様の詳細については、追って発表される予定だ。デザインの絶妙なバランス取り、A オートーカー編集部は、 欧州フォードのデザイン責任者であるムラグエラーへインタビューを行った。顧客やメディアからのフィードバックは今回のモデルチェンジにどのように反映されましたか。このフィエスタを発売して間もない頃 B299、先代フィエスタはもう少し個性的でエッジが効いていた。新型車は造形的には非常に優れているが特に ボンネット部分が少しソフトになったという声がありました。デザイナーは常に物事の進展を把握していますから発売から3年後にはより個性的な車にする機会が見えてきました。フィエスタの構造は今回のスタイリング変更にどのような影響を与えたのでしょうか。いつも難しいと感じるのが ST ですね。というのもエンジンはインタークーラーのために 大量の空気を必要とするからです。そのため、ST ライン、外観のみをスポーティに仕上げたものをデザインする際には、その点を考慮しなければなりません。ST ラインのお客様は、ST の外観はともかく、ビッグパワーは求めていないので、調和の取れたデザインにしなければなりません。このような売れ筋の車を、ファンを遠ざけずにアップデートするにはどうすれば、良いのでしょうか。デザイナーとして、 常に絶妙なバランスを取る必要があります。デザイナーとしての直感があり、それに従わなければなりません。作業の最中には、これは変更が多すぎる、これは少なすぎるなど、様々な意見が出てくるものですが、時には自分のビジョンを持ち、それを推し進めることも必要でしょう。今回行った変更は、 フィエスタのフィーリングを維持していると感じています。B サイズ、B セグメントのハッチバックでありながらダイナミックな資質を備えているように見えるでしょう。それがフィエスタにとって重要なポイントです。